母谷山は、秋田県八方町の山である。八方町木目片地区のすぐ北東にあるので、木目片山とも呼ばれる。秋田県の旧峰浜村と旧八森町との境界にある海抜276メートルの山である。標高100メートル程度にある広場の緑地休養施設には、トイレや水飲み場が整備されておりそこまで自動車で移動することができる。 広場の北には鳥居があり、鳥居をくぐれば登山道が続いている。はじめは、つづら折りの緩やかな登山道も次第に急登となり、約20分で山頂に着く。頂上からは、白神山地の県境や、小賀半島までの海岸線、八郎型、米城川を一望することができ、天気の良い日は長海山、東圏内のいくつもの山も見ることができる。 ふもとには、戦国時代の館跡と言われる、エゾ館遺跡がある。1964年間の文化財専門委員の手で発掘され、広い台上にあるので、会場に活躍した土豪の性格と、また迫来された中国古島の依存も考えられ、堂々たる構造の館と外作を台上に回し、建物をその上に掘り立たし土間につぶてを敷き詰めてできたものであったと言われる。 伝説では、この江図館は、安倍氏が室町時代に館し、その後日山安藤氏との抗争に敗れたと言われている。海上交通を監視しやすいように、見晴らしの良い、この山のふもとに江図館を作ったと言われている。2016年3月に閉行になった八方町、水卓小学校の校歌の一番にこの母谷山は、歌われていた。また、毎年5月に、 水卓小学校では母谷山登山が行われていた。水卓小学校の後継小学校である峰浜小学校でも学校登山が行われている。また、以前はのっしろ北高等学校でもこの母谷山への学校登山が行われていた。母谷山山頂にはブロック作りの太平山を祀る神社がある。周囲は広い草地となっていて、眺めはとても良い。 神社の東の草地の中に三角点がある。母、谷山のすぐ北には母谷山よりもやや小高い、薬師山があり、八森町から眺めると大小二つの、こんもりした山に見える。薬師山は昔、大母爺森と呼ばれていた。母谷山山頂母、谷山の名前の由来は、米城川を挟んで南方にある、茂る谷山と同じように、アイヌ語語源であると考えられる。 菅江雅美は、霞月星で、萌谷は、丘ではなく、体操高く一つだけそびえている山を言うのであろう。萌谷とは、雲、霞、霧、竜をすべて含む方言であったとして、萌谷の名は、正木、津軽にもあり、秋太郎では、八森の裏にもあるとして、八方町の母、谷山のことを指摘している。ありがとうございます。